分一本勝負のゴングが鳴りました。先陣を切ったのはチャレンジャーチーム川田、チャンピオンチームは若きエース秋山純です。さあ解説の桃田さん、はい、まずは先陣を切ったこの川田の表情をご覧になっていかがでしょうか。冷静に見えますね。非常に冷静、いやまあ、川田選手も高部選手も過去要するにチャンピオン、タッグチャンピオンでしたからね、はい、その試合をどうやって運ばなきゃいけないかというのは十分分かってますからね。なるほど、ただ要するに あまり入れ込まない方がお互いにね、要するにその入れ込んじゃうと墓穴を掘る場合が多いですからね、はい、なるほど、どうしても取り返すんだということはなるべく考えない方がいいと、そういうことですね、さあ押し込んでいった川田、ロープに振ったぞ、キック、早くも炸裂、もうちょっと体のバランスを崩して尻餅をつきました秋山純、ボディスラムからサッカーボールキック、パーンという音場内響き渡ります、キック、三沢にも行った、さあその三沢を今田植えが捉えました。試合の権利はない、試合の権利はない2人、三沢と田植え、さあ早くも秋山純の動きが止まってしまいました。先のシリーズ5月の23日札幌大会、田植え川田の世界タッグに初挑戦を果たしましたこの秋山純、戦前の予想は圧倒的に王者組有利、しかし3連発のエクスプロイダーでこの秋山純が川田をホール、自らの手で26歳と7ヶ月デビュー、わずか3年と8ヶ月で世界タッグダッシュに成功しておりますこの秋山純ですが、早くも動き止まった、パワーもいった、カウントは2、早くも、いや桃田さん、はい、早くもパワーボム炸裂、早い仕掛けですね、チャレンジャーチーム、あまりあれですね、川田選手は前回、選手権を落とした時にですね、はい、秋山選手に抑えられたという、そうですね、やっぱり奪われてますからね、その気持ちがちょっとかなり強いんじゃないですか、ね、なるほど、だからやっぱり秋山選手が最初出てきたということで、かなり強引に技を仕掛けてそうでしたね。さあ三沢エルボー、赤コーナーで早くも秋山クロッキー、さあ踏んだ、ローリングのプランチャー、ローリングのプランチャーは三沢見つかる、首へのダメージがかなりあるはずです。先のシリーズ最終武道館大会でこの三沢見つかるはスティーブ・ウィリアムスの殺人バックドロップを食いまして首を痛めてしまいました。診断の結果は重度のムチ打ち、本来ですとコルセットをしていなければならないほどの痛みを覚えているはずです三沢見つかる。さあ試合の権利は三沢と川田、三沢ニュートラルコーナートップロープからエルボーだ、ダイビングエルボー、やはり少し首のあたりを気にしております三沢、爆弾を抱えている、さあタイガードライバーの体勢だ、川田がリング、いや田植えがリングインです、カットに入りますが返した、反転バックを取ったぞ、再び田植えです、川田飛んだ、エルボーかわした、バックを取った、バックを取った、円髄のあたり、いや背中のあたりか、肩口のあたり、キックが入りました。さあそしてそれを受けて田植えドロップキックだ、豪快、第15代の三冠統一ヘビー級チャンピオンの田植え、もう一発ドロップキック、今のドロップキックは綺麗に入ってました、ね、入ってましたね、はい、ああ今のキックを食って三沢ミサルは場外、さあ田植え止めを感じた、トペオ観光、三沢光晴は首に爆弾を抱えています。さあその首をムンズと掴んだ三冠チャンピオン、さあそしておーと鉄柵を使ってギロチンか、首から落ちていった、これは苦しい、三沢早くもチャンピオンチーム大ピンチを迎えております。三沢光晴場外でグロッキー状態、赤コーナーでは秋山純も動けない状態、今リングに戻りました。60分の一本勝負、試合の立ち上がりから終始ペースを握り続けていますチャレンジャーチーム、ハイキック、顎に命中、あっと背中から、おちょっと桃田さんこの表情を見ていかがですか。いや危ないですね、危ないですね、目はうつろです秋山純、チャンピオンチームピンチ、29代チャンピオンチーム2度目の防衛戦大ピンチを迎えております。さあ今度は試
試合の権利は三冠王者田上に移りました。チャレンジャーチームであります。ラリアットを容赦なく打ち込んでいく、カバーする秋山純どうか、返しております。この秋山純、試合前に話しておりました、三沢さんに頼ってばかりいてはいけない、これもカウント2、とにかく俺がという気持ちで行くだけです、そう話しておりました。その言葉通り、初めてタイトルを奪った5月の24日そして初の防衛戦となった先のシリーズ最終武道館大会、いずれもこの秋山純がエクスプロイダーで川田とそしてジョニーエースからカウント3を奪って、このベルトを奪ってそして守り続けております。さあしかしその秋山純は今この時間帯ピンチ、倒れたところも青コーナー、田上明の真ん前、10分経過、試合時間10分を経過しました。60分の一本勝負で行われています世界タッグ選手権試合、場内からは秋山コールだ、カウントは2です。しかし桃田さん、はい、この秋山純の精神力といいますか脳震盪も起こしているでしょうし、意識は虚ろなはずですよね。そうですね、だけどこれレスラーとしてなんですかね、もう、はい、条件反射じゃないんですけど、カウントを取られると無意識のうちに返そうとする、体が自然に動く場合が多いんですよね。さあこれはどうか、これも上がった、カウント2つ引くと無意識にこう肩が上がる、マットが動くでしょ、あ、なるほど、それでカウント取ってるのが分かるんですよ、意識はなくとも体が反応します。さあチャンピオン、これはどうか、かなり高い角度のパワーボムだ、返した、自ら返していった、今のは三沢のカットではありません。秋山純、薄れゆく意識の中で自ら返していきました。さあ掴んだ、チャレンジャーチーム川田のアシスト、かわしているラリアット、さあ三沢にタッチができるか、手を伸ばす三沢、手を伸ばせ秋山、タッチ成立、三沢ミスカルがリングインであります。エルボーだ、エルボーの巨匠三沢ミスカル、ロープに振った、ブラインドのレラリアット炸裂しております。首はやはり痛い、思いっきり痛いよと試合前話していたこの三沢、バックドロップを打っていくのも自分でエルボーを打っていくのにも全て自分の首に衝撃が走ります、この三沢ミスハル。さあフェイスロックだ、リングの中央だ、大きな田植えをフェイスロックだ、三冠王者をフェイスロックだ、三沢ミスハル。さあ2度目の防衛戦、29代チャンピオンチームムーカットのタイミングを伺っている川田俊明です。サードロープに足が届きました、ロープブレイク、田植え明スタンディングに持ち込んでジャンピングキックは三沢ミサルです。ローリング捉えた、キックはブロックしています、三冠王者ブロックしている、ランニングのネックブリーカードロップはここでつなぎます。川田俊明が今ゆっくりとリングイン。さあこの時間帯桃田さん、はい、チャレンジャーチームも無理はしませんね。そうですね、それはやっぱりチャンスであるときに一気に行かなきゃいけないというのは分かってますけども、はいはい、そのチャンスを今一つ見出す、まあ、とりあえず自分たちのペースで試合を運ぼうと思ってるんじゃないですか、はい、さあここでストレッチプラム、三沢の首に いかほどのダメージが残っているか。さあおーっと、あー口を半開きの三沢、秋山純は場外、カットには入れない、ロープまでは距離がある、場内三沢コール、これは入っている、さあどうか三沢、腕を伸ばすが虚空をつかむばかり。さあ三沢、いやしかし徐々にロープに近づいていく、届きません、いやこれは痛めた首にかなりのダメージ、痛み走っているでしょう。今ようやくサードロープに手が届きました、ロープブレイク、しかし三沢ミスカル尋常な表情はしておりませんでした。さあ三冠王者の田上明が三沢ミスカルを今度はどうする、
苦痛に顔面を歪めますぞ。デデティ首に集中的に、これは桃田さん、はい、首に焦点を絞ってきましたね、チャレンジャーチームはね。三沢選手 の、あの要するに体の体調っていうのはみんなやっぱりある程度分かってますから ね、 だから当然勝負を勝ちに行くためには、はい、そのウィークポイントを攻める以外が、あの攻めるのがね、はい、一番やっぱり近道です、衝動してるんですからね。川田俊明から田上明にスイッチいたしまして、さあ今度も首に、おー三沢の、おっとロープブレイク、ここで、うん、チャレンジャーチーム、チャレンジャーチームは川田です。チャレンジャーチームは川田。試合時間15分を経過しました。世界タッグ選手権試合、ギロチンを落としていった。そして今度はどうだ、2位だ、2位を首に落としていった。カバーはどうか、カウントは2。試合前の三沢ミサルはただ座ってるだけでも痛いんだよ、それほど首へのダメージはこのシリーズ中ずっと持っておりました。この三沢ミサル、この選手権試合もやはりこの首、集中攻撃を受けております。世界タッグ選手権試合チャンピオンチーム第29代の世界タッグ王者チームピンチです。さあ三沢ミサル、これはおー、また先と首へのダメージ、秋山純がここでようやくカット、ロープに飛んだ、キック、カウンターで入っています。さあ今度は川田俊明、三沢光晴の首を続けて攻めていくのか。5月の24日世界タッグの王座を失ったこの田上川田チーム、バックドロップ、札幌の借りをこの金沢で返すか、アトミックドロップ、そしてバックドロップ、もう1回、いや桃田さん、今のはかなり首にまともに入ってますね、危ないか、カウントは2。いやもうかなり首へのダメージ続けて、あのね、首っていうのはやっぱり、はい、あの神経が一番通ってるでしょ、であの要するに腰に力が入ってこない、まあ、あ、入らなくなってくるんですよね。それをこう、そうすると自分が技を仕掛けるときに、あの要するにどうしてももう一つそれもネックになってしまう、あの打撃力が弱くなりますからね。なるほど、さあ三沢ミサル、診断の結果は重度のムチ打ちということです。本来だったらコルセットをしていなければいけない状態、それほどの怪我をしてこの世界タッグ選手権試合ベルトを守ることができるか、返した返した、おー、しかし首への組み付け攻撃、おー、ちょっとこれ表情を見てみますと、ちょっと血の毛が引いているような、そうですね、顔面まさに蒼白といった感じ、チャンピオンチーム三沢光晴です。さあそして青コーナー、自陣に招き入れて、今度はニュートラルコーナーだ、ラリアット、これも首、全て首への攻撃を絡めていきます。チャレンジャーチーム、パイルドライバーだ、三沢光晴の110キロの体重全てが、自らの体重全てが首にのしかかっていきました。さあ三沢光晴、この秋山純にタッチをすることはできるか、必要です、必要な攻撃です。チャレンジャーチーム、今のキックもまともに入ってますね、首へモルに入ってますね、さあこの勝負、チャレンジャーチームの田上川田組が勝ちますと、田上明はその時点で五冠を、いや今のキックもまとも、カウンターで入っております。おっと秋山純は、秋山純が今ちょっと場外、カットには入れない、カットには入れない、いや戻った、赤コーナーに戻っております。秋山純は戻っている、エルボーはかわした、バックを取った、危ない急角度、危険な角度、バックドロップ入った。さあ三沢チャンピオンチームピンチ、返しております。そして腕ひしぎに入るか、秋山純は田上が抑えている、秋山純は田上明が抑えているぞ。さあリングの中央で腕ひしぎ十字に入った、腕が伸びた、三沢の腕が伸びた、おっと
秋山純ギロチンでカット、ギロチンでカット。いやしかし桃田さん、先ほど三沢に入ったバックドロップ、はい、もう完全にかなり、後頭部から落っこってますからね。脳天から、首にもろにもうダメージ入りましたね。さあチャンピオンチームピンチだ。試合の権利はこの秋山純に移っている。三沢は今場外です。三沢は場外です。さあ若きチャンピオン、26歳のチャンピオン、この場をしのぐことができるか。場外もうすぐ戻る、すぐ戻りました。待っていたのは田上です。すぐに戻っています。秋山純チョップを打っていく、かわした、バックを取った、バックを取った。さあ秋山純、いやジャンピングに、さあそしてローブに振った、もう一発か。起死回生のエクスプロイダーは炸裂するのか。ジャンピングに、そしてエルボー、もう一発。さあ秋山純正規が見なぎったか。川田も田上も場外です。飛んでいきました。そして三沢、三沢はこっちサイド、三沢は放送席前、エルボースイシーダを三冠王者に打っていきました。ようやくチャンピオンチームこの時間帯息を吹き返してきたか。一足先に秋山純がリングの中に戻っている。さあそして三沢光晴は、三沢は川田を今リングの中に押し戻しました。待っていた、待っていた秋山。さあ炸裂するか。世界を取った、世界を取ったエクスプロイダー。おと今度は川田、今度は川田の足が、おっと足来てますか。桃田さんこれは来てません。おっと川田カウンター。乱れる、乱れる足並みでキックを打っていきました。それが命中、倒れた秋山。しかし打っていった川田も倒れた。打っていった方の足を押さえている川田。さあ場内は秋山コールと川田コール、全くの五分と五分だ、全くの五分と五分。手を伸ばすチャレンジャーチームの田上、ここでタッチが成立いたしました。田上明、試合の権利があるのは田上明と秋山純です。まずはエクスプロイダーを川田俊明に打っていきました秋山純ですが、今この時間帯動きが止まっています。さあ危ないぞ、危ないぞ、エプロンからのフリーフォールがある。田上、田上掴んだ、掴んだ、危ない危ない。さあ危ない、三沢が今ゆっくりと田上にいじり寄っていった。さあその三沢を川田が抑えていると、川田が抑えている、危ない危ない。ロープを、トップロープを掴んで、トップロープを掴んで捉えます。秋山純これを食ったら危ないぞ、これを食ったら危ない。三沢がエルボーでカット、三沢のエルボーが間に合いました。さあ試合展開混沌としてまいりました。世界タッグ選手権試合60分の一本勝負、試合の権利があるのは今チャンピオンチーム秋山純と、チャレンジャーチームは川田俊明。タッチに行こうとした秋山君、田上選手が権利があるんじゃないですか。試合の権利は田上です、はい、試合の権利があるのはチャンピオンチームは秋山純と、このチャレンジャーチームは田上。ジャンピングのキック、おーこれは珍しい。田上明が場内にアピール、挟んだ、上げた、抜いた、落とした。カウントは一つ、カウントは一つ。さあ三沢が川田を落とした、川田を落とした、場外を落としました。バックジャーマー、一回転秋山。打っていった田上も今三沢のエルボーの餌食、エルボーの巨匠三沢光晴。さあタッチを受けたい、タッチが欲しい。手を伸ばす秋山、手を伸ばす秋山、田上が抑えます。さあバックを取る、バックを取る。そして赤コーナー、トップロープは三沢、トップロープからのネックブリーカードロップ。馬場からスリーカウントを奪った三沢ミスからのネックブリーカードロップ。さあそして今タッチ成立、チャンピオンチーム、チャンピオンチームはタッチ成立。ヒットはした、エルボーだ、エルボー、うん、かわしたか、バックを取るか、いや掴んだ、落とした、喉は
落としていきました。さあ三沢ベルトを守ることができるか。29代のチャンピオンチーム、一方勝てば五冠王のこの田植え、ロープをつかむ三沢。もう今バックをバックを取った、ジャーマン一回転、一回転、そしてカバーはどうか、カウント2カウントで返しました。三沢光晴、首へのダメージはもう相当うつ伏せになります。もうさ あの三沢選手の場合にも本当精神力でやってるって感じですよね。そうですね、痛みはすごいと思いますよ、はい。さあ秋山純ドロップキックで田植えに仕掛けていった、ローリングのエルボーだ、エルボーだ、世界を取ったエルボー、世界を守ったエルボーが、川田のカットが間に合いました。試合時間25分を経過しております。世界卓球選手権試合、試合展開混沌としてきた、エクスプロイダー、世界を取ったエクスプロイダーから、タイガードライバーはどうか、カウント2カウント、カウントは2です。セコンドに入っている浅子が今のは3入ったんではないかとアピールしますがダメ、カウントは2つ。さあ三沢光晴、タイガードライバー返されました。今度はバックを取った、バックを取った、秋山アシスト、ジャーマンだ、田植えも1回転、さあそしてもう一度バックを取った、2連発、ジャーマンを2連発だ、カウントはこれも川田のカット、これも川田のカットです。さあ川田は今度は秋山に突っかけていった、さあ秋山が川田にジャーマン、そして三沢抜いた、タイガースープレックス、これはどうか、これもツー、これもカウントはツー、これも2つで返しております。さあ三沢ならば、ならば何を持ってくる、もう一発か、タイガースープレックスホールド、入った、カウント3入りました、守った。第29代チャンピオンチーム2度目の防衛に見事成功いたしました。グッドフィーリング伊藤、まあまあちょっと相手がちょっと強かったんで、まあ、今は夢のようです。再びベルトが戻った今の感触はいかがですか。本当にね、首がやっぱり最悪の状態だったんだね、やっぱりいつもより嬉しいです。その首を今日は本当に集中的に狙われました。本当に秋山のね頑張りがなければ本当にやばかったです。本当に共演してくださった皆さんありがとうございました。見事2度目の防衛に成功しました三沢秋山組でした。誰もいないから NK 列のアトランタオリンピックは私たちがお伝えします。田植えと小橋はね、今までも何回も好勝負をしてますんでね、これはまた面白いと思うんですね。田植え明、とても強いですけども、まあ、必ず武道館で結果を出したいと思ってます。ぜひ見に来てください。 7.24 武道館小橋に勝ちますんで見に来てね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今田植え明がこのリーグ戦を制しました。